これ液体のやつがこぼれないってね、蓋が共通なんですよ。収納スペースでいうと最小限ですよね。密封度がすごくて、こういうね、ハーブとか持ちが全然違うんですよ。1個あたりが安い、割れたらね、もう気兼ねなくほかると。すいません、はい、前保存容器紹介した動画が評価良くて、あ、コメントでよく来てたのが、大きい容量の場合ってどうしてますか。ああ、これね、あの同じシリーズで大きいやつあるんで紹介します。これなんですけど、キープスラッパーって言うんですけど、はいはい、でこっちが3リットルでこっちが2リットルです。何がいいかっていうと、前回のこのシリーズと同じで蓋が共通なんですよ。なんで収納スペースで言うと最小限で済む。こういう感じですね。これね、蓋が違うとね、蓋をこう探すのに時間かかっちゃって大変なんで、あとね、価格なんですけど、1個あたりが安い。保存容器って割れるじゃないですか。で割れてテープで補修したりすると、こう密封度下がっちゃってできてないんで、割れたらね、もう気兼ねなくほかると。なるほど、そこもいいとこですね。でもう1個すごいとこあるんですけど、こっちいいですか。これ密封度がすごくて、こういうトマトソースとかでも、これ液体のやつがこぼれないってね。なんでこういうね、ハーブとかレタスとかでも持ちが全然違うんですよね。ただね、こんだけ密封されてるってことはね、開けづらいんですよね。ちょっとそこはちょっとね、使い方をね、工夫してもらってもいいかなと。僕はオーダーとかでね、すぐ使う頻繁に開けるものに関しては、トマトソースとかだったらこういう容器に移したりとか、野菜だったらこういうのに移してすぐ使えるようにやってます。なるほど。でもね、飲食店にとって食材の質をね、落とさないことほど重要なことって僕はね、ないと思ってるんで、すごくね、こう満足してます。みんなにもね、ぜひ使ってほしいんで、おすすめです。